こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、ゴジラコング新たなる帝国ガシャポンを紹介したいと思います。はい、映画です。2020年4月に公開されたゴジラコングの映画ですね。いいですね。ラインナップは全部4種類です。はい、ゴジラコングとカーキングとシンモですね。ゴジラキングコングが欲しいですか。はい、スカイキングでもいいです。いいですね。セムラインナップ4種類です。では、はい、ガシャポン遊んだ時の動画があるので、動画ご覧ください。はい、動画いかがでしょうか。はい、今回は1回です。1回やりま回しました。はい、じゃじゃーん。おー、何が入ってるかわかんないですね。おー、じゃあ早速、はい、開けましょう。開けます。さあ、はい、コングが入ってますように。はい、開けます。じゃあ1、2、3。あー、スカイキングですね。あ、いい。あ、組み立て式です。おー、いいですね。これも欲しかったです。やった。はい、ラインナップ、はい、トリセットですね。ゴジラコング。おー、はい、バンダイのガシャポンです。はい、まず、ゴジラです。次はコングです。はい、今回はスターキングです。スカーキングですね。おー。ですね、ダイサーがついてます。おお、はい、次はシモです。はい、注意事項です。ああ、おお、組み立て式です。あ、これダイサーですね。胴体上下と、はい、おお、ダイサーだけです。さあ、はい、では、じゃ開けたいと思います。はい、取り出せますね。おお、あ、ダイサーが、おー、こんな感じですね。いいですね。おお、スカーキングです。上下では、じゃあ今から組み立てたいと思います。はい、じゃじゃーん。おお、スカイキングができました。おおすごいよくできてる。はい、フィギュアです。そう、リアルですね。あー、とても綺麗なフィギュアです。イエーイ。はい、スタンドもついてます。ダイサーですね。おお、回るとこんな感じですね。おお、はい、スカキングは映画に登場したもので、2000年期間の洞窟に生息してた猿の一種ですね。コングと同じ種類で、グレートエープです。おお、猿です。タイタンですね。はい、おー、はい、ただコングに比べれば体が遅いですね。どちらとも体型はシンパンジーみたいです。に似てます。毛はオランウータンに似てます。赤いですね。おかっこいいですね。はい、おー、はい、身長は約97メーターです。おー、でかいですね。はい、よくできてるフィギュアです。やったー、いいですね。おー、こいコングかスカーキングが欲しかったです。じゃあ、おー、いいですね。では、じゃあ今からターンテーブルで展示します。ゴジラキングコングのガシャポンです。はい、今回出たのはスカイキングですね。おお、いいですね。とても、はい、よくできてるマスコフィギュアです。おお、かっこいい。いいですね。
では今からプチディラマで展示します。はい、バトルのプチディラマです。おお、今ゴジラ対スカイキングです。おお、戦ってます。かっこいい、たったりも。以上です。アリチンちゃんでした。今回はゴジラコングの新たな帝国ガシャポンを紹介しました。はい、じゃじゃーん、2024年4月の映画ですね。おー、この映画に出てたキャラクターたちがガシャポンになりました。ゴジラコング、はい、スカーキングとシモですね。おー、今回アリチン1回目遊びました。で、はい、オスカーキングが出ました。おー、じゃじゃーん。はい、スカイキングのフィギュアです。おー、本当によくできてる。綺麗です。はい、造形も塗装もとても綺麗ですね。はい、おー、スカイキングです。あー、はい、コングと同じで、グレートエプスですね。サルです。おー、体格はシンパンジーに似てます。で、毛の色はオランウータンに似てます。かっこいい。いいですね。はい、よくできてるフィギュアです。よかったです。これ欲しかったです。これかコングが欲しかったです。はい、今日からちょっとアリチン、机に飾りたいと思います。はい、ということで、では、チャンネル登録お願いします。またね。バイバーイ。